バチュエは、中華民国の軍人、バリンのおいで、馬屋軍の有力投領である。旧名は、不栄。字は、古才。海賊出身、生物年不詳。大見軍事学校に入学する。1925年、冥海軍騎兵第11鋭の包帯となった。1928年、兵玉賞に反旗を翻した。しかし、国民軍の劉カオルカオルに敗北して、 火星に逃れた。1929年、小解席から内逆軍第15素地軍、第2素地重隊司令に任命され、反将軍と戦う。1930年、三島将に赴いて、馬広氏王子の参議となった。同年中に、姉華省に引き返し、引き続き馬広氏王子の下で、共同大隊長を務めている。1931年、馬中英は、 火星行政委員会を組織し、さらに天州4県と宿州7県を火災省として、同省政府主席を自称する挙に出る。しかし、同年4月に、青海省の魔法、カオルの攻撃を受け、主戦へ逃れた。同年中に、今度は新京省へ軍を率いて侵入し、同省政府主席、金樹人と交戦した。しかし、クムルを攻略できず、火星へ退却した。 1932年、バチュエは、小解析により、国民革命軍新編第36市市長に任命された。翌1933年5月、またしても、新疆へ進行し、同省政府主席制制裁と抗戦した。馬は、トルファンなど13の県庁を占領し、9月には、新疆省政府委員にも任命されている。しかし、1934年、 森の反撃に敗北してしまう。馬は退却途中に東トルキスタン共和国とホータンのイスラム教政権を攻め滅ぼしている。同年7月、バチューエ英は部隊の200人と共にソビエト連邦へ向かい空軍に加入した。1937年、飛行機事故により死亡。新疆での馬中英の戦いにはスベンヘティンも巻き込まれ、彼自身は馬に面会したことがないが、 この件に関する詳細な記録を残している。この記録の方訳に、小野忍役、馬中への逃亡がある。ありがとうございます。